内山幸四郎老師人生科講義第5回昭和56年5月11日大阪朝日カルチャーセンターにて収録。今日は生きる方向ですね。生きていくのにどういう狙い、根本的な狙い、そういうお話したいと思ってるわけです。でそれの前提としてこの前は価値の話をしたわけですね。要するにどういうところに価値を置くかっていうところで我々どういうふうに生きるかっていう狙いが決まってくるんだから。でまあ私この前にお話ししたのは、今の人たちっていうのは死ぬっていうことを、自分が死ぬっていうことを全く切り捨てたところで生きてる。だからそうなってくると生存地盤だけしか考えていない。そして生存地盤だけとなると金だけが一番尊いっていう話になってくるでしょ。それで今の人たちは何より生活と考える、生活、豊かな生活ということね。しかしこの豊かな生活っていうの、一旦この自分が死ぬっていうことと照らし合わせて考えてみると、とてもおかしなことになってくるわけだ。いくら金貯めても豊かな生活しても自分が死んじゃうんだ。それだったらちょうどこの前も話したように、いわゆるの爪を用に火灯して、ケチケチ金貯めた、そして孤独老人がいる、それが死んでみたら何百万円だか何千万円だか残ってたっていうと、みんな誰でもちょっとこれおかしいと思うんじゃない。そのおかしいことをね、これ大げさな格好で今やってんだみんな。そして大げさな格好でやってて、それをおかしいとも思わないから、いよいよ私にはおかしく思えるっていう話をこの前したの。でこれはどうしてもね、初めから生まれて生きて死ぬっていう自分の一生から、そういう生命の地盤から考えなきゃければならないってことね、第一。そしてその死ぬっていうことはどういうことかっていうと、誰でも彼でも自己切りの事故、自分一人だけで死んでいくんだと。それがまた死ぬっていうことのあり方だ。しかしながらこの死ぬっていうのをね、死んでいく自分っていうのは、普通は1歳分の1の自分っていうだけ考えてるけれど、そういうもんじゃない。この本当は1歳分の1歳として、私は私の生きる世界を持って生まれてき、私の生きる世界を持って生き、そして私の生きる世界と共に死んでいくんだっていう話をこの前したわけです。そこのとこだけが一番難しいところで、どれほどこうピンとくるかどうかわからないところが問題なんだけど、これは本当なんです。そしてですね、だから私っていうのは1歳分の1歳であると同時に、しかしのがまた1歳分の1の私でもある。1歳分の1歳の中に1歳分の1もあるということですね。とね、そうするとその1歳分の1の私としてはいつでもどうしようかなってこう思いや迷う、あれかこれかってこう選択する、分別、あれかこれかを分別してどっちかいい方を取ろうとこう思う、そういう選択するところがあるじゃない。
そして問題はそのあれかこれかって選ぶ物差しの物差しが何かだ。何を標準にしてあれかこれかを選ぶか、いわば物差しの物差し、これがみんな今の人たちは生存上の生活っていうことだけが考え、豊かな生活っていうだけ考えて、それが全ての物差しなんだね。だからそうなってくると一番もう金、価値とすべきは金であり地位であり、地位ってやつは地位が高きゃ楽しながらこう入ってくるからねそれだからどうしても地位のいいところにつきたいわけだ。そしてまあ健康だってそのぐらいがまあ一番幸福と思ってるわけね。それに対して今言ったように本当は生じぐるみの根本地盤、生命地盤だね、生命地盤からの物差しを考えなきゃならないっていうのが今の問題。そうするとそういう生命地盤としての物差しって言ったら一体何か、結局ねそのこの生じぐるみの一歳分の一歳の事故以外にないです。これはね思っても思わなくても信じても信じなくてもこの我々どっちどう転んでも生じする生命を生きているという根本事実なんだ。この根本事実をどこまでもはっきりそれに向かってそれを方向としてそれを狙いとして生きなきゃならないということなんだ。それがこの前話したことです。でそしてそういうふうに価値が決まれば今度生きる方向も決まるというのは、我々人間というのはただあこれが価値があるって言ってのただ体感してる動物じゃなくて行動する動物だからね。だから価値のあるものをこうそっちの方へ行くんだから行動するんだから、でそれが生きる方向だ。で結局の話、今言ったの自分っていうのはだから一歳分の一歳でもある、この一歳分の一の自分でもあるいうことね。でこれはこれでがこういうのが自己です。でこの結局これは自己ですよ。自己っていうのは一歳分の一歳でもあり同時に一歳分の一でもある、そういうのをひっくるめてるのが自己なんです。でどっちかにこう普通はどっちかってこう言うからね、話が単調になっちゃう。そうじゃない、こう自己っていうものの構造はそういう、立体構造を持ってんだ。一歳分の一歳であると同時に一歳分の一だから、一歳分の一は一歳分の一歳向かってその向かってるこの方向ですね。でそういうあれかこの一歳分の一としてはあれかこれかってこういつも分別するね。一歳分の一歳はあれもこれもってこと だから一歳分の一のあれかこれかっていう分別する能力を持って、そしてあれもこれもっていうそれをに向かう。わかりますかこれはあれかこれかですよ。この一歳分の一としてはあれかこれかっていうこう分別する能力、分別能力、それに対してこれは一歳分の一歳というのはあれもこれもっていう。つまりあれかこれかっていう分別する
能力を持ってあれもこれもっていうものを選び取ろうっていうね。そしてそれがどうせ自己切りの事故なんだから、そうすると自己切りの事故へ深まっていくっていう以外にないってことね。そしてこの前それを書いたのはあのこの頃漫画ばやりの時代だからねそれで私がさそのコマの絵描いたじゃん。こういうね、これが自己切りの事故だ、これは天地いっぱいの事故だ。天地いっぱい、そしてこれは自己切りの事故って言って辛抱だ。そしてこのところバーンと回るところがこれ主観だ。ただひたすらに回るっていうね。まあこの前の話はそこまで話してきたんだけど、今日はそのこれからの話を続けますとだあのつまりね、こういうふうに価値がはっきりした限りは同時に価値分別が決まったとすれば税額はないわけじゃないってこと、いいと悪いとね。それでところがそのだから仏教で言うと、仏教の話で言うと諸悪魔草修善奉行地上五位でしょ仏教って。諸悪は作ることなかれですね。それからもろもろ多くの善を奉行せよ、自らその意を起用す、これ諸仏の教えないと。こういうこれも、これはね七仏通戒の教えって言ってね、その仏教のどの仏さんどの仏さんも根本はこの諸悪魔草修善奉行地上五位でしょ仏教って、これもう大昔からの仏さんからの教えなんです。でしかしながらこのね仏教でいうこの諸悪魔草修善奉行はね、いわゆる生存社会における倫理の善悪とはわけが違う、そこは問題だというのはね、そのここに言う善と悪とは他との兼ね合いの善悪じゃないんだ。今言ったように自己切りの事故、一歳分の一歳、いいですか、一歳分の一歳の事故なんだ。一歳分の一歳の事故だからね、その自分より外側にいいこと悪いことっていうのはあるはずがないわけです。何もかも事故の中身なんだから。それでね、普通は今普通の世の中でいいこと悪いことっていうと、これはいいことこれは悪いことってまあ普通言いますね。それはね、みんながまあ、みんなの欲望を満たすようなことがいいことだ。それに対してみんなの欲望を傷つけるようなことは悪いことと、こうまあ一応の
あの倫理学でもの何て言うか公衆快楽説とか何とかってたくさんありますがね、根本は結局にみんなの欲望がいいことだ。でみんなの欲望を傷つけるのは悪いことだって、もう善悪は外側にある。ところが仏教の場合はそうでないんだ。どっちにしろ自己切りの事故だ。そうすると善も悪もこの自己の中身なんだ。そしてですね、その他との兼ね合いでない自己切りの事故の中のこの方向なんだ。自己切りの事故の中のこの方向っていうのところに こっちが悪でこっちが善と、まあ一応だ、この一歳分の一歳、自分の一歳分の一歳だけ考えてるっていうことは悪だ、それから一歳分の一歳あれもこれもっていう方が善だと、こう一応言える、ね、そうして結局こうだからこの駒いっぱい回ってるこの深さ、この結局深さの話なんですね。他との兼ね合いなし自己切りの事故なんだから、どうせ今話はね自己切りの事故なんだから、その事故の深さへ向かうって、それがね善だ。善ってだから善悪はね外側にあるんじゃない。でただやめる、ただするってそれだけになってくる。そのだから正法眼蔵諸悪魔鬼の巻に魔鬼さなるのみなりちょっとねいう話が出てくるね。ただ魔鬼さ魔鬼さ魔鬼さ、もう何でも魔鬼さ、あるいは奉行奉行奉行それだけになっちゃう。でこれがねだからあの普通の意味の善と悪と、それから 仏教としての善と悪とっていうのはよっぽど違ってくる。で普通の意味では自分より外側にその善と悪とっていうのはコロッとしてあるもんね。その代わりだからその善と悪との意味がだんだん変わってくるもの。例えばあれですね、戦前の貧しい日本ではその節約とか勤勉っていうのが美徳だった、いいことだったね。ところが今度生産過剰っていうね、あの戦後の生産過剰時代だったらこれは浪費が美徳だ。そしてこの頃は今度エネルギーが不足してきたっていう、この頃の時代になってくると省エネっていうのが美徳になってくる。俺ぐるぐる変わるね。ところが今言うような一切自己切りの事故の内容として他との兼ね合いなし、そういう時はどれが損だ、どれが得だ、どれがいい、どれが悪いっていうのはそうね外側に決まっていない。ただ事故の命の深さへ向かう、それがその深さへ向かってただ行ずるのみという、それが修善奉行です。それから命の自己の命が浅いという、これが諸悪魔鬼さだ。だから何のためっていうんじゃない、無所得何のためにやるっていうんじゃない、全く無所得不可得っていう、そういうところでやる。でそういうふうに根本は自己の深さに向かうっていうことを自浄語彙っていうんだね。自らその意を清す、その意味が、だからこれが根本ですよ。これがね、それでこれ諸仏の教えなんだ。でまあこのだから諸悪魔鬼さ修善奉行自浄語彙是諸仏教っていうのは普通の世間の一般道徳の話にも通用するね。悪いことしちゃいけないぞ、いいことしろよっていう、それで小学校の、子供にも教えられる。
しかしながら同時にそういう深さを持っている、そこが仏教の話ですね。だからこの今の七仏通戒の行、単なる修身道徳だけの教えとして受け取っちゃならない。で、結局の話はね、事故っていうものは今この事故は一歳分の一であると同時に一歳分の一歳っていう、そういう構造を持ってんですからね。それでそれの構造、これがこれへ向かってる、そういう構造のあり方が今のその諸悪魔草修善奉行の話です。で、これをね、例えば、戦前は親孝行っていうのがその善だった。これはね、封建時代の封建政治時代の秩序を保つ上において親孝行っていうのはまず根本だ。で、それは大切だったんだね。ところが今度戦後になってくると、戦前は親孝行が美徳、それから善、親不孝は悪ってこう決まってたの。それが戦後じゃ各人平等っていうことになったから、そうすると今度は親孝行するやつはバカ、親不孝するやつは当たり前ってこういう変わったわけだね。で、結局の話、その善だ悪だってね、世間的に善だ悪だっていうとそういうふうに変わってくる。それに対してだね、その人生の真実から言えば、その親も一切主上の一人だ。それでその一切主上は自己の中身だ。そうすると自己の中身としての親だね、これを粗末にしていいはずはない。言わんや、その親っていうのは自分を育ててくれたんだという感じでね、親は親なりに大事にするのが当たり前なんだ。だからそこまで深めて親孝行っていうことも理解しておかないと、そのぐるぐる変わるんだ。決してね、その民主主義の世の中になってからもう親孝行するやば、するやつはバカ、親不孝が当たり前で、それでそう変わっていいことはないんだ。もっと深いとこから考えれば、親も一切主上の一人なんだ。それで一切主上は自己の中身なんだ。だからそういう意味で、しかも親は私を育ててくれたんだっていう、そういう意味で大事にするのは当たり前とこう考えなきゃ。で、これそういうふうに考えるのが、一歳分の一が一歳分の一歳への深さへ向かうってことだ。これはね、いわば誰でも各々がその生命力として持ってることだ。スミレがスミレの花が咲く、バラはバラの花が咲くと、各々生命力として自分なりの花咲かせるじゃない。それと同じように私は一歳主上を大事にする、そういう意味において、お父さんお母さんも大事にする、殺していいわけじゃない、殴っていいわけじゃないってことになる。親孝行一つでもそういうふうにね、もっと生命地盤の深さから考えておかなきゃいけないと思う。この生存地盤のその、上っついたところで考えてりゃ時代とともに変化するんだ。そしてですね、この結局の話、この一歳分の一が一歳分の一歳にその深まっていくっていうのはどういうことかっていう、その一口にね、一歳は自己の内容なんだから、自分っていう人生の内容なんだから、それを大事にする、親心を持つこと、それから慈しむことね、いたわり慈しむっていう、そういう気持ちだ。
そしてそういう親心を持ち、一切に対して親心を持ち、慈しむ心を持った時に初めてね、人間というのは成長するんです。大人になる。その子供の間はこれ誰でもそうでしょ、その自分がいたわ、可愛がられる、面倒を見てもらうというだけで生きてるわけね。それが今度成長して親になったら、今度反対に我が子を慈しむと、こういうのに変わってって、初めて親になる、あ、大人になる。でこの親心、一切のものは自己の内容として、それに対して親心を持ち、そして慈悲心を持つ、そういうことを、そういう心を持つことによって、自己本来の生命力として大人になった。これはね、合格、子供が大人になるのに合格不合格はないんだね。合格不合格の話じゃない。ただそこにそういうふうに成長するわけだ。だからみんな、本当から言ったらみんな不合格ですと同時に、みんな合格でもある。誰でも本当に大人、この深さの問題だからね、合格不合格じゃない、合格でもあり不合格でもある。でそういうのが方向だ今これ。だから方向の話はね、非常にこう、立体構造ですからね、いわば自己っていうものの立体構造の話だから、話がこう割り切れないから、難しいところはね、難しいところから、の私も その段を話すの非常に厄介感じる。でもしょうがない。でこの方向について、人生家督本ではね、菩薩っていう人間像を挙げたんだ。というのはね、人生家督本は、若い青年たちに読んでもらいたいって、ね、若い青年たちには雄大なね、その規模 その歩みをしてもらいたいっていう願いが あって、それでその菩薩っていう人間像を書いたわけなんだけどね、あれちょっと調子が高すぎたらしいね、みんなに分かんなかった、分かんないような気がする。それでね、まあ、この講義ではもうちょっと具体的な話したいということで、日常基金の話に持ってきて申し上げることにしてですね、結局の話、人生の方向はいかに、一口で言えばいかにね、子供から大人に成長するかの一位に尽きる。みんな生理的には大人だこれ。しかしながらね、精神的にっていうか、生きる中身からしたら子供ガキでしかないんだ。全く子供ガキと同じ行動原理で生きてんだから。なんかいつも面白いことないか、面白いことないかって言って愛してて、そして面白いことがあると似たって笑って、このね、飴玉、あれ飴欲しい、飴欲しいって言って、いやーって言って、地団駄踏んで買ってもらうと似たって笑って愛してるようなもん。そしてそれを思ったようにしてくれないと、それこそぐずってる。これがね、みんな今世間これ、ね、みんなやってる、大げさな格好でやってることはみんなそれだけ。これが子供ガキってね。しかしまあみんな一応大人の格好をして、ひげも生やして頭もはげてっていうんだから、これはその疑似大人っていうね、疑似大人っていうのは疑似これらっていうあんじゃない、その疑似だ、疑似大人ばっかりなんだ。それに対して本当の心象の大人になること、それが
一番根本狙いです。一口に言えばね。そして本当の大人をね、その仏教では仏っていう仏とは大人なりっていうね、これ八大人格にちゃんと書いてある仏の定義はね、本当の大人ってことなんだ。仏さんっていうとなんか奈良や京都のあのお寺にあるこう美術品だと思ってから、あんなのはね、そのお人形、伏見人形と変わらないんだ。本当の大人になること、これが仏。でそのそういう本当の大人になるのにね、道元禅師はこういう一番に仏となるに意図やすき道ありってね、あれも優しい道がある。それじゃあどんな道かっていうとね、もろもろの悪を作る、それから生じに弱する心なく一切衆生のために在世上のために憐れみ深くして、神を敬い下を現れる、よろずを意図を心なく、願う心なくて、心に思うことなく、触れうることなし、ことなき、これを仏と名付く。また他に数塗ることなかれ、これは正法眼蔵正寺の巻に、正法眼蔵の正寺の巻に出てきますが、仏となるに意図やすき道あり、もろもろの悪を作らず、正寺に弱する心なく、一切修行のために憐れみ深くして、神を敬い、敬い、下を憐れみ、よろずを意図を心なく、願う心なくて、心に思うことなく、憂うることなき、これを仏と名付く。
また他に尋ねることなかれ。これね、ちょっとこう見てもさ、それこれがあの素晴らしい総結論の話って言ってちょっと思えないかもしれないけど、よくねその打ち返ってのよく味わってみてください。まずちょっと私がこれに注釈を入れるならば、要するに 仏となるに糸やすき道ありっていうのはね、本当の大人となるのに大変優しく安らかな道があるっていうことです。これはまあわかる。で、諸々の悪を作らずっていう、だから今言う生命、この生命を損傷するようなことは悪いことだからやめるっていうことね。で、生死に逆する心なくっていうの、しかしながらね、いいとか悪いとかってさっきも言ったように、その自分より外側にあるんじゃないんだから、だから生死ともに向こう側の、自分より向こう側にあるもんじゃないから、その追ったり逃げたりしないっていうのが、これが生死に逆する心なくっていうこと。善も悪も悟りも迷いも生も死も自分より外側にある、向こう側にあるもんじゃないから、それを逃げたり追ったりしない、それが弱する心なくなる。で、一切修行のために憐れみ深くして今言った一切私の出会うところのものは自己の内容だからね、これに対して親心、慈悲心を持って出会うってこと、これが一切修行のために憐れみ深くしてだ。で、神を敬いしも憐れみっていう、これがね、まあ私なんかも学生時代、この神を敬いしも憐れみって言って、どれが神だ、これどれがしもだ、非常になんか抵抗を感じたもんね。ところがそうじゃない、ここは一切は自己の内容だって今言ったね、一切は自己の内容だって言ってもね、自己の内容としてベタ一面なんじゃないんだ。で、頭は頭、足は足だ。で、私の体にしてもだね、私の体だって言って、これ何もそのベタ一面私の体だって言うんじゃない、これやっぱり頭は頭として自分のあり方、足は足として自分のあり方、だから頭は頭として大事にする、足は足として大事にする、手は手として大事にする、目は目として大事にする、みんなこれの、それが神を敬いしも憐れみの意味だ。その、悪平等ってことはあるけど、何でもかんでも平等でいいって言うんじゃないんだ、このそれぞれ自己の中身だから、それぞれ神と下とってある、頭は頭なりに、足は足なりに、頭だけで大事にして足は粗末にしていいって、そんなんじゃない。で、よろずも糸を心なく、願を心なくてって、結局どっちどう転んでも自己切りの自己なんだから、その勤めてぐずらないっていうことね、糸を心なくっていうのは、まあ勤める、そしてその願う心なくてっていうのはぐずらないっていうことだ。で、心に思うことなく憂うることなき、これがまあ頭手放しだ、要するに私の頭手放しして、そして完結してるってこと、私の頭働かすからこうなんとかぐずりたくなる、頭手放しにしたら私は私として、自己は自己として完結してるんだ。で、これを仏と名付くって、これを本当の大人という大人、大人という、また他に尋ねることなかれ、結局このね、どっちどう転んでも完結した自己入りの自己を生きるのだっていうね、それ以外にね、この一歳分の一の頭を使わないことっていうのが、これまた他に尋ねることなかれだ、外側へ向かってね、なんか
もうちょっといいことないもんかって、犬がゴミためあさるようにそういうことをしちゃいけない。頭手放し、そこで完結してりゃいい。こういうことね。これがね、私まあこの道元禅師が仏さんになるなり方はね、一番もうこれで道元禅師、生死の巻はおそらくその道元禅師の最後の頃書かれた文章だと思うけど、一番完結してね、仏さんになり方が書いてる。仏さんって言って、だから本当の大人になり方がね、書いてある。だからこれはよく味わいたい。で、これが根本態度、根本精神というか根本態度として受け取らなきゃならないと。だからね、まあこれ以上に私その本当から言ったら言うべきことはないのだけれどもだしかしながらそれにしてもこれちょっと一般論すぎるって感じもするね。で、うん、それでね、まあ今我々が生きている、この具体的な話として、もうちょっと今度私なりの私の考えをね、一応こう付け加えてお話ししますとね、私まあこれからの話ちょっと年代別に言いますよ。まず若い青年諸君に対してはっていうことと、それから、本当に働いてるお父さんたちの態度としてはっていうことね、それからまあ子供を育て上げるお母さんたちとしてはっていうこと、それから最後にもう死んでいく老人としてはっていう話とね、まあ4つに分けてちょっとお話ししてみたいと思うんだけど、この若い青年諸君、まあこれここにはちょっと若い青年諸君がいないもんだからちょっと頼りないけど、まああたがたんの息子さんにでも若い青年諸君がいるとしたら、そういう人たちに聞かせてもらいたいね。若い青年諸君っていうの、これはね、これから一生を生きるっていう若々しさを持ってるんだから、だからそんなね、このひねた考えを持って生活のためにと、そんなケチくさいね、ひねた考え持ってちゃダメだっていうことで、まず実際に一番大切なのは何か、自分の欲望を満足させることが大切なんじゃないんだから、それよりも自分の一生が大切なんだ。だから私これも決して人ごと言ってんじゃないんだ。私自身若い時に、私なんかその点今から考えて規模が雄大だったね。俺はこれから真っさらな一枚のねカンバスを与えられたよ。どういう絵描いてもいい。そしたらその最高の絵を描こう。その俺の人生に向かって俺の人その最高の芸術作品を作ろうっていうのが、これは私の若い頃から の願いだった。そしてそのためには真実に生きるって、そこからこの始め構図を取り始めたわけだね。生活なんて考えたことねえでした私がちょっと変わってとかね、はあ結婚したら細君っていうのを養わなくちゃいけないんだな、子供ができたら子供っていうのやっぱり養わなきゃいけないんだなっていうのを知ったのが50過ぎだもんそれまではその私何遍も結婚してるけど、細君もらったって俺が養おうって考えたもん、反対に養ってもらおうと思ってそのぐらいだからね、虫のいい男だそれで子供ができたったって子供を俺が育て上げようとは思わない、親に育て上げさせようとそのぐらいで、そんなぐらいで結婚しちゃってんだからね。でもまあそのトントンとこう細君死んじゃったけど、それでそれからまああれなんだけど、とにかく自分の人生、
これにね向かっては自分なりの本当の雄大な最高の芸術作品を作るっていうようなね気持ち、なあのちっぽけながらの食わなきゃの生活のためにって、そんなのが若いやつの第一考えることじゃないよ。でその点ね、自己自身のね人生を最高に生きようっていうところに自己自身の本当のね可能性も出てくるんだと思う。だから決してね今の世の中の生存ボケした世の中に、ちんまりとあの収まらなくちゃならないんだってね考えちゃいけないってことをね若い人たちにまず言いたいね。そしてだ、次の時代を切り開くのはまさに諸君、あなた方じゃねえんだあのその若い青年諸君が切り開くんだからね、そういうだけのその希望を持ってほしい。その何より希望がねちんまりとしてたちっぽけなんじゃ本当につまらない。若さっていうことはその点ね、規模の雄大っていうところにつながらない。それからだ、次にその働き盛りのお父さんたちの世代に向かって言いたいことはだ、これも今の働き盛りのお父さんたちっていうのは豊かな生活っていうのだけ考えたでしょ、それを価値として、それを狙いとして、ところがそれで年取ってみるとみんなその貧しい人生の貧しい豊かな生活、貧しい人生っていうのが今の時代全く当てはまってると思う。この貧しい人生を送っちゃダメだ、そうじゃない、豊かな生活じゃない豊かな人生を送るっていうのね、そういうつもりでやらなきゃなんだ。そしてね仕事っていうのね、これ働き盛りで仕事するんだ、これ仕事 してる限りはね、この仕事っていうのは一つの転職と受け取らなきゃならないと思う。英語でもあのジョブっていうのかで転職ってのはベルフェ、あ、なんとか言うコーリングね、コーリングっていうのは転職、コーリングの方が大切なの、転職。何でもね職業、自分の仕事ってのはただ生活のために金を売るんじゃないんだ。いやまず仕事、じゃあねもう生活食えるんなら仕事しなきゃいいじゃないか、それと。そしたらねまずしもしみんな食えるから仕事しないって言うんで、まあ仕事やめてごらんなさい。そしたらまず健康やられちゃうから健康を害するね。そしてこの何ていうかねストレスがたまるじゃないかやっぱりね仕事ってやつはね健康のためでもありますよ、それから精神衛生のためでもある。そしてだからそういう意味で自分の生活を整えるのを得るものでもある。そしてですね仕事っていう限り、仕事してる限りはね必ずその仕事してる人に世間からはねそれだけの信頼をされてるってことなんだ。それをね信頼に応えるっていうことに仕事する意味を見出さなきゃならない。それが今の時代ねそうじゃないでしょ、まあ坊主な坊主で何も信頼も今の時代信頼されていないけれど、まあお医者さんなんかは信頼されてるよ。病人にとってお医者さんっていうのねこれ一つの病気の時お医者さん見てもらったらお医者さんだけは頼りじゃない。この信頼に応えるからこそお医者さんっていうのは尊敬されるべきだし、お医者さんとしての品位もある。ところがそのお医者が医者儲かるって言ってただそれでやってんだからこれダメだ。
これ政治家っていうんだってそうだ。政治家って言ったらその祭りごとを取るお方っていうんだよ、その尊敬信頼されてんだ。それを今のように田村を引き継ぐ時代だもんね。これじゃあもう政治家としての品位がない。それからあれでしょ、裁判官だそうだ。裁判官だってこれ信頼されてお裁きを受けるわけ。ところが裁判官がその賄賂を取ってたんじゃ、これやっぱり信頼に応えていないじゃない。だから裁判官としての品位がなくなる。警官もそうだ。警官っていうのも、ちゃんと取り締まってくれなきゃ困るのに、それがその何ていうか、怖いことをするんじゃね。まあそれから、ね、教師だね。教師っていうのは大体教師っていうのはね、教師も労働者って言ってでストライキやって、その結果教育が荒廃して、今度は教師が殴られてるっていうのは、これ悲劇にもなんないじゃない、生徒に殴られて。これは教師としての品位がなくなったから生徒に殴られてる。これおのおぞね、その点今殴られる教師、殺される親って、親は親としての品位がねえから、その決してね、権威として威張ればいいっていうんじゃないですよ。私は威張るっていうことの話をしてんじゃない。俺はちょうど封建時代から明治時代までは威張るもんね。警官まで威張ってた。威張っていいもんじゃない。教師も威張って、ところがその威張ったってダメだ。そうじゃない品位っていうものがある。私今品位が全く喪失した時代だと思う。金金生活生活ってそれだけだから、ベタ一面が、それだったら生徒が教師ぶん殴ってもいいし、子供が親殺してもいいしっていうことだ。それの各々の品位がないんだと。それは結局根本が生産なる生存地盤から考えて、生活生活金金ってそう言ってるから品位がなくなる。もっと根本的に生じする生命という地盤から考えて、これ一切は自己の中身、一切は自己の中身だから、自分はのついた職業において信頼されてるっていうところは応えなきゃならない。そこにその仕事に転職っていうね、生きがいを見出すっていう時代が来なきゃね、俺は今時代ね、めちゃめちゃになっていくと、もう荒廃、あらゆる方法で荒廃してる。まあ適当にやってもらうかしょうがないけどね。私はどうせもうこれで死んでくんだから、これで結構あれどうでもいいよ。どうでもいいけれど、しかし目に見えてる、どうせ荒廃する。で結局根本はだ、生じする生命という地盤から価値観も決めて、そして自分の生きる狙いを決めて、そしてそこに品位を持つ、そういう時代をどうしても作っていかなくちゃなんないんだと思う。今、働き盛りのお父さんたちにはそう申し上げたいね。で生存自慢だけから生きてるとね、俺一旦つまずいたらもうポキッとだもん。それでもう立ち上がれない。ところが生命っていう地盤からで生きていれば、そこに生命があるんだから、つまずいた時にも立ち上がるもの。俺この間も話聞いたんだけど、うつ病になる人っていうのはね、自分のことばっかり考えてるとうつ病になるんですよね。少
少し人のことを思いやるっていう心がこう出てくるとうつ病は治っちゃうっていうもの、そうかもしれないと思った。要するに自分のことだけ考えてるとうつ病でもう立ち上がれないんだ。ところが人の気持ちも思いやってっていうようなことも考えてくるとうつ病になってる暇がなくなるんだ。一つ私そういう心理学者じゃないんだからそういう精神病の話も知らないけど、その話聞いてなるほどそういうとこもあるだろうなと思う。要するに生命っていう地盤から生きてるところに初めて粘りっこくその立ち上がられるとこもあるんだからね。でそういうんで初めて豊かな生活っていうんじゃなくて豊かな人生っていうの、そして本当の豊かな人生っていうのはどういうのかって言ったらね、豊かさ貧乏、あるいは自分と他人、あるいは生と死、あるいは悟りと迷いっていうね、そういう二つのものが分かれる以前っていうのこれあらゆるもどれもこれもっていうのね、あれもこれもっていうところが、それが本当の豊かな、貧しいのはダメってそう思ってるところには本当の豊かさないんだ。豊かも結構貧しさも結構っていうね、そういうようなところに本当の初めての豊かさがある。そういうそのどっちへどう転んでも自己切りの自己は生きるんだ、生き抜くんだって、そういう生命地盤で生きる、これが今のこれですね。それからその次ね、申し上げたいのは、まあここにはきっとその一番合うんじゃないかその我が子を育てている お母さん、これかカルチャーセンターって母ちゃんセンターって言うんだけど、母ちゃんたちが一番来てるっていうそうかもしれないで、我が子を育ててる若いお母さん世代の人の方向だね。でこの我が子を通してね、そのあたがたこそその次の時代作ってくる。ところがその今のお母さんたちはね、我が子を育てるのに自分のエゴイズムをいかに植え付けるかって、それだけでいるからこれでダメなんだ。で我が子を育てる場合ね、その自分のエゴをそのいかに我が子を通してそのいい生活、我が子にいいその地位にエリートコースに生かしていい地位につかせて、そしてその豊かな生活になるか、そのことをね考えていれば、そういうエゴイズムを一生懸命植え付けてるわけだね。勉強しなさい勉強しなさい、いい学校入りなさい、いいところに勤めなさい、いい収入を得なさいってね、そういうことばっかり言ってるから、そうすると今度ね、我が子はその我が子の価値観はそうなるね、いい暮らし、そしたら親なんていうのはもう育ち上がった時や生活のために無駄だって親を無駄だっていうふうにね今度考えてくるもの。要するに自分がお母さんが子供にエゴイズムをその植え付けたら、子供はそのエゴイズムの刃を今度お母さんに向かって、お母さんやお父さんに向かって突きつけるわけだね。このだから今その殴られる教師、殺される親っていうのは今の時代の風潮になってきたけど、これは本当に今の時代氾濫しすぎて、そういう実物見本を見ていてもまだその自分のエゴイズムを植え付けることをやめないっていうのはバカって私の話みんなバカバカって話本当にバカだ。だから例えばね、その今あれです、1歳修行のために憐み深くして
神を敬いしもうあれ見てそういう気分を植え付けられた。それをお母さんがまずお姑さんを粗末にしてみせる。我が子の前でね、我が子の前でそのお母さんがおばあさんを粗末にして見せていれば、我が子はそうしていいもんだと、もう子供の時からそう植え付けられるんだ。そしてはその女しいことを